今日のね企画は1000円で石成のね、ご飯ちょっと入れたのか。あ、ほんまに。これ取って。え、これいいの。はい、YouTube 始めます。ね、今日はね、西成にやってきております。西成のアイリン地区は僕初めてなんですけど、ちょっとね、もうね、これからその中に入っていく感じで、もう目の前にもおっちゃんとかいるんですよね。はい、始まります。こんにちは、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 こんにちは。鼻から大きな、ね、挨拶が感じ。というわけで、今日の、ね、企画はこの1000円で西成のね、グルメをね食べていこうっていう企画をしようかなと思ってます。はい、一体ね、どんだけこの1000円で食べる、お腹いっぱい食べれるのかっていうのをね、ちょっとやっていこうかなと思います。高いな。あそこあるから。
はい、どうありがとう。はい、200円。ご飯ちょっと入れたのか。あ、ほんまに。ちょっと待って。これ取って。え、これ、うん、これいいの。ありがとう。ちょっと待って、ご飯入れたの。ちょっとでいい。ちょっとでいい。ちょっと冷たいね。あ、いいよ、いいよ。お釣り渡したか。あ、渡した、大丈夫。こんな野菜炒めやからな。ありがとう、ありがとう。ありがとうね。はい、50円で、こんなに白いご飯、野菜炒め、焼きそば、やった。たこ焼きって多分今ちょっと約5、5、6分かかる。あ、5、6分か。うん、じゃあレバーいきます。レバー、はい、あ、レバーいけるよ。というわけで、YouTube、今日は西成行ったんですが、なんかね、その三角公園で喧嘩があったりとか、ちょっとね、なんか普通なのかな、よくわかんないですけど、なんかいろんな事件が起きたりしました。で今回ね、1000円でどんだけ行けるかっていう、食べれるかっていうプランをして、ね、決めたんですけど、まず最初に全然食べてなかったんで、朝からこの3時ぐらいまで、だから500円のそのカツカレーをいただきました。結構ね、ボリュームがありますね。結構懐かしい味で、レトルトじゃなくて結構自家製のね、ということでテイクアウトしたものをちょっと紹介しようかなと思います。最初にね、焼きそば、たこ焼きを300円で買おうと思って、で、ないって言われて、で、焼きそば300円あるよって言われて、で、その焼きそばがもうしゃあないから、もう150円に負けてやると言っていただきます。150円です。これが150円です。本当に普通に夜店とかお祭りのねやつよりすごい安くて、クオリティも高いのと、汁ご飯と野菜炒め、でこれで150円です。お惣菜屋さんで買った、揚げ物ですね。これがいくらだったかな、200円ですかね。200円ぐらい、200円だったかな、もっと200円、150円だったかな、150円で、そんなにしてないですね。150、あ、じゃあこれも150だ、これも150、これ300円だ、あ、違う、これ100円だ、100円で、で、これが200円余ったんで、これで50円のです。はい。
皆さんお疲れ様でした。今日はねこんな感じでございました。またねスピチューブの方引き続きよろしくお願いします。それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。